皆さん、こんにちは。今日は、マツダ CX60 の基本知識として動画を作成いたしました。これから、マツダ CX60 の購入を検討されている方や、マツダのことをあまり知らない方など、初心者の方でもわかりやすくお意識して作りましたので、ぜひご確認ください。では、早速始めていきます。今日のアジェンダです。CX60 ってどんな車？プラグインハイブリッドとは？ CX60 の魅力とは？ CX60 ってどんな車？まず CX60 とは、正式名称は CX60 ではなく60と読みます。こちらは広島の自動車メーカーであるマツダ株式会社が製造販売するクロスオーバー SUV です。2022年3月に世界初公開され、マツダ初のプラグインハイブリッドシステムを搭載する車として世の中に公表されました。FR およびそれをベースとした AWD システムを搭載しており、日本では2022年6月に予約受注を開始しました。2022年から2023年の日本自動車電動テクノロジーオブザイヤーに選定されるなどしています。価格帯としては299万円から626万円ほどとなっております。パワートレインといたしましては4種類用意されておりまして、eSky Active PHEV というプラグインハイブリッド、eSky Active D という直列6気筒ディーゼルとマイルドハイブリッドシステムを組み合わせたもの、Sky Active D3.3 という直列6気筒ディーゼル、Sky Active G2.5 という直列4気筒のガソリンエンジン、この4種類となります。マツダは国内での販売台数を2000台月と計画していましたが、6月の予約受注開始から約2ヶ月半で8726台を受注したそうです。またそのうちの8割が直列6気筒ディーゼルエンジンを選択しており、日本のユーザーにはやはりこの6気筒エンジンが非常に注目されています。マツダ車からの乗り換えが約 57%、残りの 43% のうち 20% が輸入車からの検討ということで、輸入車とマツダ車を比較する人が一定数いるという結果になっております。はい、ここまでご覧になられてですね、SUV ってそもそもなんやとか、2WD とか 4WD とか、ガソリンとかディーゼルとかよくわからないよっていう方は、以前作成した動画に基本的な知識の解説をしておりますので、ぜひ概要欄のリンクからご覧ください。プラグインハイブリッドとは、マツダとして初めて採用されたプラグインハイブリッドシステムですが、ここではプラグインハイブリッドシステムとは何かというところを簡単に説明させていただきます。まず、プラグインハイブリッドシステムとは、トヨタのプリウスなどを代表とするハイブリッドカーというものに外部充電機能がついたものになります。電気のみで走れる距離を大幅に長くしたため、一部電気自動車のような走りを楽しむことができます。車種にもよりますが、だいたい40キロから90キロほど走れるものが多いです。また大きなバッテリーを積んでいるため、災害時やアウトドア等で電気のないところでもコンセントにつなげば家電といったものが使えるようになる外部給電機能を搭載したモデルがございます。エコカー減税のみではなく補助金の対象にもなっております。プラグインハイブリッド車のメリットですが、日常生活はバッテリー走行のみである程度対応可能です。先ほどお伝えした通り、バッテリーのみで走れる距離が40キロから90キロほどありますので、例えば近場のお買い物であったり、毎日の通勤で家に帰ってきてから家で充電環境がある場合は、ガソリンを使わずに車を所有し使用し続けるという生活ができるかもしれません。なのでガソリンを使う量が最小限となりますので、ガソリンスタンドに行く手間等も省けるかもしれません。もう一つが電気自動車に比べて充電時間が非常に少ないです。プラグインハイブリッド車はバッテリーで走行できる距離が40キロから90キロほどというところで、300キロや400キロ走れるようなバッテリーを積んでいるわけではないので、そういった EV 車、電気自動車に比べてバッテリーの容量が小さいため充電時間が少なくて済みます。3つ目は先ほどもご紹介させていただきましたが、外部給電機能がついているモデルがありますので、災害時やアウトドアなど電気がない環境でも
電気を使えるようになります。停電した時に非常に便利ですね。プラグインハイブリッド車のデメリットといたしましては、大きなバッテリーを積んでいますので車両価格が高い傾向にあります。またバッテリーは非常に重いので車全体の車重が重くなってしまいます。車の運動性能の低下につながります。他にもバッテリーというものを車内に詰め込まないといけないため車内空間が犠牲になることもあります。最近ですとメーカー側の工夫でレイアウトを非常に効率よく考えてですね、車内空間を犠牲にしないような設計にはなっていますが、やはりある車とない車を比べてしまうとバッテリーを搭載している車の方が非効率となります。またここではですね CX60 のとあるグレードでですね単純比較をしておりますが、細かな装備差等を考慮せずに書いておりますので、あくまでもイメージとしてご認識ください。CX60 の魅力とは。 CX60 の魅力と聞かれてまず思い浮かべるのはデザインだと思います。この輸入車にもないような、他の国産車にもないような存在感、やはりマツダはデザインが素晴らしいと思います。また内装もですね、肌触りの良い材質を使われており、かなり所有感を満たしてくれる内装デザインとなっております。特にこの茶色のタンカラーは非常に人気があり、一番売れ筋のグレードともなっております。また経済性が非常に高いと思います。同じようなスペックの輸入車と比較して100万、200万、300万と車両本体価格が安く、また車格に対して非常に燃費がいいのも特徴です。ディーゼルの直列6気筒マイルドハイブリッドシステムのものですと、WLTC モードでリッター約21キロ走ることができます。また主要な安全装備であったり快適装備が標準でついていますので、実際に見積もりを取った時にですね、オプションてんこ盛りで思ったより価格が上がってしまったといったことが発生しづらいものになっております。マツダ車に搭載される安全装備の代表例はまた別動画でまとめておりますので、ぜひこちらも参考までにご覧ください。いかがでしたでしょうか。CX60 の基本知識というところで、あまり込み入った難しい話はせずにまとめてみました。車が大好きな方であったりお詳しい方にとっては物足りない内容だったかもしれませんが、車があまり詳しくない方やマツダ車デザインが好きで気になるんだけれどメカのこととかグレードのこととかエンジンのこととかよくわからないなという初心者の方でも取っかかりやすい内容を意識して作りました。もしこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。コメントでこういった内容を取り扱ってほしいであったり、もっとこここうした方がいいよという改善点等ありましたらコメントいただけると幸いです。では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。